皆さんこんにちは、賃貸のお酒の中島です。本日私は木津川市梅見台にございます 1LDK の賃貸アパートデルタ C 棟にやってまいりました。まずはこのリビングスペース、とてもですね、広々としておりますので、テレビ、テーブル、ソファーなどを置いていただいても十分なスペースのある、そんなお部屋となっております。お部屋は南向きということで、暖かい日差しがしっかりと入ってくる、そんなお部屋となっておりまして、こちらのお部屋は1階ということで、専用のお庭のスペースがございます。とても広々としておりますので、お洗濯ももちろん、お布団などもしっかりと干していただけますし、また夜眠る際やお出かけの際などはこのようにシャッター窓もございますので、閉めていただければ防犯面もアップいたします。またお部屋にはこのようにエアコンが1台設置されておりますので、ご準備の心配がございません。またリビングスペースのすぐ奥にはですね、寝室としても使える洋室のスペースがございます。このように壁側にはですね、移動式のハンガーフックなどもございますので、こちらにコートなどをかけていただくことも可能となっておりますし、奥にはですね、広々としたウォークインクローゼットなんかもございますので、こちらに衣類などの収納にも、ぴったりとなっております。またこちらの洋室、先ほどのリビングとですね、分けて使っていただくこともできますので、こちら移動式のですね、この扉を閉めていただくと、お部屋とリビングを分けていただくこともできますし、開けていただいて広々とした空間としても使っていただけます。そしてこちらリビングに戻りまして、実はですね、このリビングのスペースにから玄関スペースに出ていただくこともできます。このように大きな下駄箱もございますので、靴の収納にも困りません。そしてこちらモニター付きのインターホンなどもございますので、お部屋の中にいながら外の様子もよくわかるので、セキュリティ面も安心です。そしてこちら、さらに奥に進んでいただきますと、こちらキッチンスペースとなっております。広々としたおしゃれなカウンターキッチンとなっておりまして、シンク、調理スペースはもちろん、こちらにですね、コンロを置いていただければ十分にお料理もしていただけます。上のスペースや下のスペースにも収納スペースもございます。また操作がしやすいように、こちらにリモコン給湯もございますので、ここでお湯の設定温度なども変更していただけます。そして奥に行きますと、このようにまずはお風呂から、広々としたお風呂がございます。置いて機能もついております。そしてシャンプードレッサーや室内洗濯機置き場、そして最後は奥にはお手洗いがございます。このような形でですね、初めての一人暮らしにもぴったりの広々とした 1LDK の賃貸物件。気になるのはやはり賃貸条件かと思います。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のお酒のスタッフは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。